秋元市長の札幌スマイルニュース。皆さんこんにちは、札幌市長の秋元克弘です。札幌市では12月から2月にかけて水道の凍結が多発します。水道が凍結すると水が出なくなるだけではなく修理の費用がかかってしまいます。外気温がマイナス4度以下になった日はご注意です。詳しくは冬の暮らしガイドもしくは札幌市公式ホームページでご確認ください。